このホワイトハウスは、アメリカの大統領官邸ですから、アメリカ大統領官邸で一体何が起こるか、また今何をやっているか、将来どっちの方向へ向いて戦略を考えているかなどについて語る番組ですが、今日はこのホワイトハウスに補佐官として入るトランプ大統領、新しい大統領の娘婿のクシュナーという若いユダヤ人、ハーバード大学を出たエリートだと言われているが、この人とユダヤ人社会との関わり、また逆にバノンという、これも優秀な人物のようだが、この反ユダヤ主義者と言われている。まあ、この辺のクシュナー、バノンがどのようなホワイトハウスをこれから作っていくのであろうかということについて、ユダヤ人でもあり、ユダヤ人社会に精通したベンジャミン・フロードさんに意見を聞きたいと思います。僕はユダヤ人のつもりではないけど、ユダヤの地位が入っているのは確かですよ。お母さん側からもお父さん側からも。だけど私は地球人間として自覚をしているんですけどね。とにかく、今のトランプ政権でこう、まあ、みんな人事に注目しているけれども、今まで のこのケネディ暗殺以来アメリカ支配したグループが失脚したのは確かなんですよ。で、新しい閣議で今までこう見慣れない人たちこう、ばっかりなんですけれども、例えばその長官、ブラノンという男はですね、なんか今3番目の奥さんと結婚してるけど、第2の奥さんとの離婚の裁判でですね、その第2の奥さん曰く、娘を、ある私立学校に行かせたくないと。なぜかというと、ユダヤ人の情勢多すぎると。で、ユダヤ人の情勢に影響されるとわがままで文句ばっかり言う女に育つから嫌だっていうことを彼の前の奥さんがその離婚裁判で証言してる。それで反ユダヤだって言われてるけれども、多分この人は反ユダヤじゃなくて反シオニストなんですよね。で、トランプの義理の息子でクシナも、まあイスラエルには、加担してるけれども、そんなにこう、ユダヤのその従来のエスタブリッシュメントの人間ではない感じがします。で、これからなんか外務大臣として今言われてるのはジュリアニって元ニューヨーク市長も、そういうグループとはまた違う系列なんですよ。これはまあイタリアマフィアとかだから、P2 フリーメイソン、ローマ教、そっちのつながりなんですよね。だから結構根本的な変化が起きてるのは間違いないんですよ。で、まあ今から1月20日までに勝負がつくので、かなりのいろんな駆け引きがまだ続いているけれども、やっぱりアメリカが国として根本的な方向転換しようとしているのは間違いない。ニュージャージー知事のクリスティナという知事がおったで、そう、あの人があれ失脚したと言われて、そう、いろんなスキャンダルがあったんで、で、ブッシュとあまりにもこう近すぎたために排除されたというふうに聞いてる、うん、なるほどね、うん、オーリオスキャンダルあったんですよね、うん、こうもう忘れたけど結構なスキャンダルが入ってたし、ブッシュの右腕だって言われてたからダメだったんですよね、うんうん。今回まあ大統領選さなかに FBI がヒラリーを捜査すると発表した。それはまあ選挙戦においてはトランプはポイントを稼いだわけだけれども、それを FBI にいわゆるやれと命じたのは誰ですかね。これは名前は分からないけれども、いわゆる軍産複合体の中でですね、この911をやった勢力ネオコンとか、そのシオニストをアメリカから、大掃除することが決まったために、そう動いたというふうに聞いてるんですよ、うん、ですから今まで、うん、ジュリアニが
彼もその FBI にプッシュしたという、圧力かけたという、あの可能性もありますね。はい、まあ、うん、あのでコーミー、僕はね、あのなんかネットでね、FBI のコーミー長官が、あのクリントン財団から賄賂をもらったために、その本当のことを暴かないというふうに呼んだけれども、今直接いろいろ取材したら、あの人、結構貧乏な生活してる、要するに FBI の安い給料に合わせた生活してるから賄賂もらってないんじゃないかとか、あの人はクリーンだというふうに最近聞いてはいる、うん、だからでアメリカの軍のトップも今あの応戦されてないから、次はあのアメリカの国務省がパージされるわけで、まあかなり、まあ、4000人ぐらいアメリカ政府から追い出されるんで、いろいろ根本的に変わりますね。まあ、当然コニー FBI 長官は今後継続してトランプ政権とはいい関係を作っていくんじゃないですか。まあそういう可能性ありますけど、彼じゃなくてもとにかくその賄賂をもらってない真面目な制服組というか、その、うん、ま、あの人たちがいろんなところで今、クーデターをアメリカで起きたんで、そのいわゆるお金賄賂などのスキャンダルまみれのグループが、失脚してるという、まあ、革命ですね本当に。あのか、あ、まあ、アメリカの乗っ取りが今反乗っ取りにあってこう浄化されつつあるんですよ、うん、でまだまだ続く、まだ始まったばっかりです。あのジョージ・ソロスが逮捕されるの、あ、もうされたかされる日が近いと聞いてるから、今あの、まあ、アメリカ各地で暴動で、メニューさんも逮捕の話は当分にちょっとやめて、まあまあとにかくジョージ・ソロスがあの MoveOn.org というジョージ・ソロスがお金出してる組織が、いろんな暴動を起こしてるデモ隊にお金払ってる、あのでそれが証拠が出てるので、具体的な、犯罪につながるその証拠ルートが今できてるんで、こうそういう話しないようにって言われてるんですけども、僕は、遅かろう早かろう、早かろう遅かろう、とにかく必ず逮捕されますって言ってるんです。でそれはあの僕の個人的な読みですから、間違ったらそれは分かる、いつか分かんないけど、バブルと同じでこういつ崩壊するか分からないけど、バブルであることが言える。例えば第二次世界大戦、スターリングラード以降はですね、ドイツのナチス幹部がそのうち失脚するって予測するじゃないですか。それでも2年間張り付いているけど、最終的にみんなパクられたじゃないですか、逃げてない人たち。同じ状況今起きてる、要は力のそのバランスが崩れて失脚するのは時間の問題っていうのは言ってる。で、あの犯罪者であることが露骨ですから、そのうち罰せられると僕は見てる。まあね、私はまあ当然このトランプ、またプーチン、習近平、世界第一位の軍事大国、第二位の軍事大国、第三位の軍事大国が3人がトライアングルを作ってですね、何すればジョージ・ソロスもマケインもみんな逮捕されますよ。ほら、もう日本におるあのリチャード・アミテージなんかはもう無期懲役だよ。だからそういうものを我々も期待するけれども、今すぐジョージ・ソロスが逮捕されるかどうかはまだわからないね。まあ見ればわかる、うん、僕もあの実際にテレビで手錠かけられるのを見るまで 100% は確信しないけど、まあ我々平和主義者はそれを望んでるわけです。そう、ね、軍産複合体をコントロールする連中は逮捕されるべきだと思ってるわけ。そう、だからあのフランス革命みたいなこう混乱の伴う革命じゃなくて、ちゃんとしたその逮捕と裁判でこう法的なこう正しいこう道徳的に法的に正しい革命が今必要、うん、あのマフィアが政府を乗っ取ったから、うん、そのマフィアを 法の裁きの前に置くということなんですよ。わかりました。いたします。スーパーニューサン CPL は東海大学医学部においてがんが消滅する現象から発見された物質で、食品分子量が2000以下の超微粒子のため腸管からの吸収が良く、
体の隅々まで浸透します。健康と美容に大変役立つ健康食品です。美しく元気とはつらつとした人生を過ごしたい、美容や健康が気になりだした、体力が落ちてきた、このようなお悩みを抱えている方にぜひおすすめしたい砂糖大根を原料とした健康食品です。お問い合わせはこちらまで、お待ちしております。日本はユーロシアの一員である。